送装置が使えないとは。クラインに聞いてみるか。やあクライン。こんにちは、ライデン・メイ。例えば？システムのデータに異常。いかなるものも。私をよ。以前と同じ景色じゃないか。これは消えた。エリシア、本当に不思議なやつだな。だが彼女は楽園の異常とは関係がなさそうだ。私もケビンと。一つの花でも。今のところ全て正常だが、さすがに無駄足ってことはないよな。因果を受け入れた。このロゴはフェリスの店か。ここは相変わらず何も変わってないな。壊れた木彫りの人形、当時はこれ。今の状況に役立ちそうなものはないか見て。ネックレス、純度は悪くない。これは、あ、誰だ。猫。厄介なことになったな。衝動。早く来ないと。うん。まったく、どうしてここに猫がいるんだ。まさかこいつ、私を。わかった。こいつ、見た目はまる。私の推測が正しければ。
ここなのか、お前。最後に気をつけるんだな。刹那という。今度はこっちか。後継者に何え、このマークはやっぱりこいつは私を異常の隅に案内しようとしているみたいだな。どういうことだ。誰がスイッチを切った。あの猫いなくなってる。結局ここに来てしまったの、見知らぬ旅人。誰だ。くっ、何。あなたがこの楽園に変化をもたらしたの？声が直接頭の中に入ってくる。あなたは私が待っている相手ではない。あの扉の奥に誰かが。クラインの言ってた異常はここか。だけど触れられる、彼女とあなたに絡みつく運命の糸。今はまだ早すぎるかもしれないけど、いつかあなたは彼女をこの聖堂のもとへ、彼女を私の前に連れてくる。いかなるも。え？どういうこと？エリシアもいない。Shit! Shit! 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 Shit!
1113、1114。コインが多すぎない？いつまで数えないといけないの？え？お客さん？こんにちは、パルドフェリス。あれ？どうして私の名前？お前がエリの姉ちゃんがヤーカさん。空夢の刻印、パルドフェリス。さあメイの姉ちゃん、ぼーっとしてないで出発するよ。に勝てるのも納得だよ。パルド、ずっと横で見てるつもりなの？まあまあメイの姉ちゃん、私はただの天使だし、喧嘩は本当に得意じゃないんだよ。探してる人って誰なの？言ってなかったっけ？カンちゃんだよ。店番してくれるって言ったのに、どこに行ったのやら。本当に心配だよ。始めたから。なあお前、本当にも泣きそうな顔はやめてくれ。私がいじめてるみたいじゃないか。せっかくの休憩時間ですから、先人の知恵を。
いかなるもの。私は。はあ、アイメイ。待って。けど、二人目のお客さん。すまない、エリシア。お前が触れられる角はないんだ。渡りガラス、どうしてここに。渡りガラス、あの時見てた。何を？いいえ、何でも。お前が角を触られる一部始終を見ただけだ。それ以上は何も見てない。忘れてくれるかしら。そこまでする必要はないだろ。別に誰かに教えるようなことはしない。忘れてくれる？そうだな、少し考えさせてくれ。ここだけの話。一つの花でも一つの世界になり。影の中に身を置くことになっても。修正は簡単なことでは。
園での。ここが指針の書の入り口よね。本当かどうかは入ってみたらわかるさ。行こう。少なくとも、あのさ、お前エリシアに騙されたんじゃ。私に服従しなさい。どういうことだ。私たちの攻撃が効かない。斬撃の手応えも少し変ね。まるで生き物ではなく、あれらの草と同じような絵の中の動物みたい。何があったんだ。急に止まったぞ。なぜまだいるんだ。私の考えが正しければ、この怪物は前提として。いいだろう。大したものだ。極光の刻印。自分の運命と向き合うと決めました。いかなる者も。あなたの欲しいも。強い力はより多く。敵の隙を。
私に服従しなさい。ジェドリバッドン。僕はた前回よりずっと早いわね。その辺の安物とはわけが違うからね。だからこう用意周到な備え。あ、そういえば予想よりも順調だ。うわー、どこから出てきたの？ハルド、英傑なんでしょ？倒せばいいじゃない。だから戦闘は苦手なんだってば。から
か。メイの姉ちゃん、もしかして私が実力を買う、今後の戦闘は。戻ってきたの、コズマ。はーい、グレイスちゃん、久しぶり。ハルドお姉ちゃん、それと誰？メイの姉ちゃん、言い忘れてたんだけど、この子は人見知り。この女の子も。グレイシュはおそらく若い。初めまして。色、え、好きな色。私の好きな色を聞きたいの？オレンジ、赤、空、カニ。おや、グレイスちゃんってば。またえ、ちょうどいいから。メイお姉ちゃん、え、まるで小鳥が。そこにいるのは誰だ？キグ。こんにちは、コズマ。パルド、手伝って。あー、そうだった、忘れる。ライデン・メイ、どうして彼女がここに？あ、パルドだ。エリシアの書いた本、本当に役に立った。大丈夫だよ、コズマ。新しい色は好きだから。グレイシュの前で悪いことは言えない。ここは見て見ぬふりをしよう。でも私と一緒にホールに行こう、コズマ。だから戻りたい。グレイシュ、彼女がこんな言葉を口にするとは。ライデン・メイ、彼女はずっと指針の書に入る方法をすでに狙われていると。彼女に忠告した方がいいだろうか。だが余計なことをせず放っておく。まあいい。う、ああ、メイお姉ちゃん、どうしたの？ここに新しい色、あなたの色だから、プレゼントを。あなたに絵を描いてあげる。私の好きな色で、海の青、柏の緑、それからあなたと私の灰色。それらの色で群星が輝く夜空を描くよ。群星の刻印ね。うん、私の刻印。さあ、行くホールには。ああ、群星、これが11個目の刻印。そう、いそれに。え、おかしい。どうしたの、パルド？指針の書につながる入り口だよ。おかしいんだ。あ、メイの姉ちゃん、すぐ。あ、メイの姉ちゃん、カンちゃんの何。ちょっとバカ。待って、何か分かったの？メイの姉ちゃん、私たち多分ニアの姉ちゃんに気づかれたの。入り口はそこにあるけど、彼女。私たちの行動は。それなら群星の刻印を手。もしかしたら、ええ、そのライメイに全ての罪を洗い流してもらいましょう。いかなる者も。どうしても今楽園に入りた。
現象が現れる理由を知ってるの？もちろん全然知らないよ。そういう天地をも揺るがすような事件なんてどう見ても私とは無関係だもん。他人の注意を引かないこと、それが黄昏の街で生きるための心得。し、言いふらしちゃダメだよ。他の人なら有料なんだから。楽園での旅のさ、楽園での旅の際、メイの姉ちゃん聞こえた？どういうことなの、パルド？これはビルビーの姉ちゃんの声、早すぎるよ。つまり私たちはもうそのマジックショーとやらに入ってるってこと？意図が分かりやすいわね。入っても大丈夫なのよね、ガイドさん？多分、おそらく、もしかしたらそうかもしれない。分かったわ。あまり時間がかけ、伝染雷鳴の時、この情熱的なお客さんは自らステージに上がることを選んだ。ではこの盛大な公演に共に参加してもらおう。もっと難しいものに挑戦しよう。私たちの話は彼女に聞こえていたりするの？うん、問題ないと思う。でもビルビーの姉ちゃんは他の人の言うことを気にしたりしないよ。順番じゃないよ。私も正しい順番を覚えてないけど。
ーの姉ちゃんは相変わらずだな。ショーはもう終わったの？メイの姉ちゃん、私の経験からすると多分始まったばかりだよ。明かりがついた。今正式にショーが始まるよ。新しいショーだから、第1幕のウォーミングアップは安全で簡単なものにしておいたよ。でもショーの素晴らしさは変わらない。ほら、メイの姉ちゃん、ヘビの姉ちゃんがたくさん飛んでるって嘘じゃなかったでしょ。ナイフを箱に刺すという脱出マジックなんてきっと皆さんも飽きてるでしょ。今日は古いものはなしにしよう。目隠しの箱を使わず、みんなの注目の中ゆっくり登るこの神聖には鋭いナイフから逃げてもらおう。何？うわー、待ってよメイの姉ちゃん。何このマジックショーは。パルド、本当に彼女には悪意がないと思ってるの？ビルビーの姉ちゃんはそういう人だから。むしろ昔と比べると今回は普通だった気がする。昔彼女とここに来ました。なってしまったよ。なんとこの神聖は台本の存在が気に食わないようだ。第2幕、引き続き代表的なマジックを楽しもう。3枚のカードからクイーンを探せ。もちろんこのステージにおいて普通のカードにはなかなか気づけない。そうでしょ？メイの姉ちゃん、この感覚で間違いないよ。そう言われるとますます厄介なことになった気がするわ。カードはこんな規模になったんだね。ではバックステージにいるクイーン、みんなに挨拶してあげて。パルド、下がってて。トップに隠れてるから安心して。メイの姉ちゃん、吠えなさい、振りから。
ヨパルド、もう解決したから。彼女のショーはいつもこんなに長いの？毎回違うから私もよくわからないな。昔彼女とここに来ました。行きましょう。招待状出してないはずだけど。ビルビーの姉ちゃんのお客さんに付き合ってただけだよ。クラインは忙しくて。パルド、これは失礼。本当のお客さん、誘われ期限。ビルビーの姉ちゃん、刻印、刻印だよ。そうせかさないで。ここではね。パルド、少し離れてくれないかな。私は貴重品。お客さんは少し緊張してるようだね。今回のショーの特別ソーダ。こういった現象は